公共曲第1番、公共曲第1番、公共曲第1番に単調作品13は、ロシアの作曲家、セルゲイ・ラ・フマニノフが最初に完成させた、公共曲である。1895年8月30日に完成され、2年後の1897年3月15日に、ペテルブルクで、アレクサンドル・グラズノフ式ロシア公共、楽協会によって初演された。 この作品よりも前に一楽章だけ書かれた公共曲があり、ユースシンフォーニーと呼ばれる作品番号なし。ラフマニノフは早くから公共曲の作曲に意欲を見せ、モスクワ音楽院在学中の1891年に最初の二短調の公共曲を書き始めた。しかしこの試みは第一楽章を完成させた時点で挫折し、未完のままに終わった。 この作品は現在ユースシンフォーニーとして知られている。彼は卒業後の1895年になって再び、同じに単調で公共曲の作曲に取り組み始めた。途中病気による遅れがあったものの、同年8月30日に全員音楽章を完成させた。楽譜にはエピグラフとして、新約聖書のローマの信徒への手紙からの一節が引用されている。 検事として、エールに、と、イニシャルだけが記されているが、この、エールとは、当時ラフマニノフと恋愛関係にあったと言われるアンナ、ロドイジェンスカヤのことであろうと推測されている。アンナは、ロマの血を引く、年上の一妻で、夫のピョートル・ロドイジェンスキーは、ジプシー教師局作品中に、1894年の検定先である。 初演は二年後の八百九十七年三月十五日にペテルブルクでアレクサンドル・グラズノフの指揮により行われたがよく知られるようにこの初演は記録的な大失敗に終わった演奏終了直後から会場は騒然となりバリ造原が飛び交ったというロシア五人組の一人であったセーザリ・キュイは翌々日の新聞でこの曲に関してもし地獄に音楽学校があったなら そこのラフマニノフ君のような才能ある学生の一人が、旧約聖書の十の災いの物語を題材にこの公共曲を作曲するだろう。彼は華麗に任務を遂行し、地獄の住人を大いに喜ばせるだろう。私たちに、この音楽は以下のものと共に邪悪な印象を残した。それは、破綻したリズム、不明瞭で漠然とした景色、同じ身近な技法の無意味な繰り返し、 管弦楽の鼻にかかった音、低音の曲解された崩壊に、作品すべてに覆う病的にひねくれた、ハーモニーとメロディックとは似て、非なるアウトライン、単純さと自然さの完全なる欠如、魔の完全なる欠如と酷評した。この失敗の原因は、一説には初演の指揮を担当したグラズノフの無理解と、豊満な演奏によるものと言われ、 ラフマニノフ自身それを初演の失敗の原因の一つとしている。この公共曲の創作に並々ならぬ情熱と労力を注いでいたラフマニノフは初演の失敗により精神的に大きな打撃を受け、楽譜は本人により出版禁止となった。その失望の深さは、1901年に2台のピアノのための組曲第2番とピアノ競争曲第2番を書き上げるまで、 ごくわずかの作品を除き作曲ができなくなるほどであった。初演の際の停滞精神的な打撃にもかかわらず、ラフマニノフはこの作品に愛着があったようで、楽譜をモスクワの自宅にしまい込み、たびたびいつか改訂したいと語っていた。しかし1917年のロシア革命に伴う混乱で楽譜を自宅に置いたまま亡命したため、楽譜は行方不明となり、 海底の夢は叶わなかった。その後、彼は最後の作品となった公共的部局1940年の第一、学章のコーダにこの曲の主題をより洗練された手法で引用している。この曲が再び注目されることになったのは、作曲者没後の1945年に、音楽批評家のアレクサンドル・オシソフスキーによって、レニングラードの国立図書館で、 初演の際のパートフ一式が発見されたのきっかけだった。それをもとにスコアが復元され、同年10月17日、モスクワ音楽院大ホールにおいて、アレクサンドルが浮く式ソビエト、国立公共楽団により復活初演された。初演は大成功に終わり、ロシアにおけるラフマニノフの評価が再燃することになった。楽譜は1947年に、 ソビエト国立音楽研究所から出版され、1948年に、友人オーマンディ式フィラデフィア管弦楽団によって演奏されたことなどにより、世界的に知られるようになった。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングル、タンバリン、タムタム、 弦楽合奏。以下の4つの楽章から構成される。演奏時間約42分。4つの楽章すべての開始が、上行型の三連符であることや、後続楽章において、先行楽章の同期が素材として扱われること、そして第一楽章の助奏が修学章講座に、否決することによって、楽曲全体の統一を図っている。また、 第一学章のフガートをはじめ全曲にわたり、大法の技巧学士されており、拡大された打楽器群を活用した還元楽法も含め、作品に対しての若きラフマニノフの野心が伺える。ラフマニノフの好んだ怒りの日がこの作品の主要なモチーフとなっているとは、俗説で、四音だけでは、モチーフと断定できない。そもそも聖教会の音楽しか勉強していない。 ラフマニノフが怒りの日を正確に知ったのは合衆国へ移住後の晩年になってからである。一方、ズナメニ聖歌と呼ばれる聖教会聖歌の巧みな利用やロマ音楽からの影響は指摘できる。ラフマニノフの初期作品には作品十二のジプシー起草曲やモスクワ音楽院の卒業制作のアレコのウニ、ロマ音楽の影響を色濃く止めたものがこの曲の他にも見られる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。